ございます。ティアラガールの黒田千佐です。大阪市立大学の2回生です。今日はですね、大変過ごしやすいような暖かい季節の気候になっているようです。ただし、その暖かいといえばこの時期花粉ですよね。ってことで、花粉に効くお薬を私いつも飲んでるんですけど、じゃーん、ザイザルっていう薬なんですけど、この薬毎日飲んでます。あとちょっと話変わるんですけど、この前宮島行ってきたから、宮島のお土産なんですけど、じゃん、こういう箱に入ってて、宮島はしゃもじやあとお箸が有名なんですね。で、私が今気に入ってるのはこの柄なので、せっかくこのザイザルっていう薬とお箸があるので、日本人らしくこのザイザルを左の紙から右の紙に移していきたいと思います。それではですね、よいしょ、ザイザルだけでは足りないので、家で飲んでる DHC のカプセルも一緒に移していきたいと思います。それでは天気予報いってみましょう。東日本と西日本では、ポカポカと暖かい陽気に包まれて春のコートが活躍します。北海道と東北の日本海側では午前中は雨が降ったり止んだりすることもあるらしいんですけど、午後はちゃんと晴れます。で、過ごしやすい一日になりますが、花粉の対策だけは万全にしてください。あ、天気予報終わったのに全然終わらへん。よいしょ、ちょっと映し終わらなかったので急遽、ということで、はい、無事に映す、お皿、この紙からこの紙に移すことができました。はい、このようにして皆様も日々日本の文化を大切にして生きていってください。なんか最後意味が分からなくなりましたけど、皆様今日も頑張っていってください。